俺も容赦なくやれるからな。11月1日の調整で効果が変更されて、こっそり大幅強化されてたノーマル姿狩りを紹介するよ。よろしい。フェッシュ流派にが流派再移行されたことで強化されたんやけど、この計略はもともと以前のフェッシュ流派にを付与する効果を持ってたから合わせて強化されたの。各フェッシュアクションに一つずつ効果が付与されるようになったんやけど、注目しとるのは結構効果は射撃間隔短縮、一発ごとの連射速度が上がる効果が追加されたよ。まとめると、獅子殿の計略は、式4で、武力プラス2が4周カウントも続く峠計略。以前の兵種流派2を付与する効果が、新しい兵種流派3の効果を付与するに変更。キタはオーラを維持し続けると加速。槍は、一度の衝撃で複数部隊に命中。弓は走り間隔短縮。鉄砲は射撃間隔短縮。剣豪は斬撃発生上昇。以前までの効果に加えて、これらの効果がついてくるようになったよ。他の兵士強化系の名前、計略と違って、どの兵士にかけても、それぞれの効果が付与されるから。相手のデッキに通るカードにかけてもいいし、ワントップへの長時間強化にも使えるしで、隠れた強計略に変貌したと感じたよ。フライ撃た恩に報いるため撃た撃たまだ何もなしていない。撃ち抜け流派発動。一の方メイドの鼻向けだ。随気の涙を流せ。I'll be back。 先陣は拙者じゃ。光よ食いろ。拙者にも意地がある。フライ。復讐の時。フライ。この城頂戴いたす。この俺が流派発動。三の方息子を頼む。アイムバックぜよ。さらばだ。貴様くそ。五竜王よ、かの者に光の導きを。クイロ光よ。クイロ光よ。発進。私の業がさまよか。因果応報か。しばし身を隠します。戦機解放。昔の俺ではない。打ち抜け。拙者を呼ぶ声がする。打ち抜け。恩に報いるため
メイドの鼻向けだ。随気の涙を流せ。ワンマンショー、いや、ジョンマンショーぜよ。打ち抜け。貴様も道連れにしてくれる。息子を頼む。しばし身を隠します。戦機解放。流派発動。二の方。ワンマンショー、いや、ジョンマンショーぜよ。発進。私の業が裁けるか。こんな感じで逃げられる前に弾をまとめて危なくなったよ。鉄砲射程も上がっとるから遠距離からでも狙いやすい。見ろ肩。まだ何も成していない。打ち抜け。打ち抜け。光よ。馬がごとき一撃。喰らえ。しばし身を隠します。 I'll be back。 今回は2試合やるよ。何も成していない。逃げろ。 I'll be back。 悲しき者よ。火にせよ。火にせよ。発動。一の方。因果応報か。拙者を呼ぶ声がする。復讐の時。アイムバックぜよ。先陣は拙者じゃ。引き上げますか。開幕は
伏兵をやらかして致命傷で済んだね。メロン、メロン、恩に報いるため。飛躍と勝利のみ。どうし、寝ろ。へい。流派発動。三の方。五竜王よ。他の者に光の導きを。どうぞ。へい。光よ。一国を滅ぼし、俺が新たな大地の王となる。フラエッ、寝ろ。さらばだ。ワンマンショー、いや、ジョンマンショーぜよ。天気開放。どうぞ。へい。三の方。見事だ。先に帰る。寝ろ。達人。悲しき者よ。拙者を呼ぶ声がする。この俺がまだ何もなしていない。一国を滅ぼし、俺が新たな大地の王となる。先陣は拙者じゃ。余が望むは真の飛躍と勝利のみ。光よ発動。二の方。他の力で心を収めよ。死ぬ気にせよ。昔の俺ではない。一瞬の時。死ぬ気にせよ。ワンマンショー、いや、ジョンマンショーぜよ。甘すぎる。甘すぎるぜ。
甘すぎる、甘すぎるぜ。ひざひにせよ。この俺が歯の力でここを収めよ。ひざひにせよ。見事だ。光よ。ひざひにせよ。さらばだ。貴様の顔は忘れんぞ。流派発動。見ろ方。馬がごとき一撃くらえ。光よ。日差しにせよ。ご視聴ありがとうございました。